はい今回はキーワード設定の3つ目おむすびで付随キーワード調査ということについて一緒に見ていきます聞いたことない方ほとんどですよねおむすびというツールですねでこちらは何ができるかっていうね後に次のスライドで画像はねお見せしますけれどもこちらおむすびに例えばダイエットとかねランディングページっていう決めたビッグキーワードを入力してもらいます そうすると、階層でバーッとね、表示されるんですよ。付随キーワードとか、複合キーワードとか呼ばれるものがずらっと出てくるので、そちらをメモ、記録っていうのをしてください。ビッグキーワードを決めていただいて、ライバルサイトを見ていくわけなんですけど、まずはこちらのおむすびというツールを使って、ビッグキーワードでどういう言葉が付随として上がってくるのか、複合キーワードとして上がってくるのかというのを見ていきます。どういうものかというと、こういうものなんですよね。 ランニングページってこちらやってますけども、構成、英語ね、とは、テンプレート、デザイン、作り方、制作っていう風に、階層、その下まで出るんですよ。すごいですよね。ランニングページ、デザインの次、コツとか、デザイン、セミナーみたいな形で、作成、時間とかね、作成、費用とかに出てくるので、こんなね、階層で見れるツールってないわけです。 複合キーワードプラスこの階層で見れるのでまずはこの2番目の大きなところですねランニングページに対して英語構成制作作り方デザインテンプレートとはまとめってところをまずメモしていただいてそこからやっていくのでこのおむすびをぜひ使っていただいて何かねピックキーワードを入力していただいてこちらのね2番目までの複合キーワード付随キーワードっていうのを記録してみてくださいこれがキーワード設定の3ステップ目となります